皆さんこんにちは、高橋明です。今回はタイガー・ウッズの2017年度のスイングを見てみたいと思います。久しぶりの大会ではかなりゆったりと振っていました。軌道もそしてトップの位置も以前とほぼ同じで、インサイドに上げてスクエアに落とすという従来のタイガー打法です。バンプ時のためは、踏み込みが大きく体が沈んでかなり圧縮していたんですけれども、この画像ではわずかとなりました。切り返しはしっかりと体重を左に移動させて体を弓にして、その張りを最大限に活用しています。また以前と同じようにトップで手を思い切り引き寄せて耳から球に直線で落としてくるような縦振りです。ヘッドの軌道は最短で、シャフトは体に巻きつくような引き寄せが大きく体の正面で打っています。右足の蹴りは 3,4 割程度で、腰の逆回転による上半身の捻転戻しも以前から比べて半分程度に抑えられているんですが、落とし押しや引き落としは以前とほぼ変わらず、右腕のスナップを大いに活用しているようです。これが2017年度、もう怪我はしたくないというスイングです。参考になりましたでしょうか。